上等だぜ。この後ろ宮バトラー、泥を吸ってでも立ち上がる男だってことを教えてやる。俺は喧嘩で無敵だった試しはね、何度かは負けてる。だがな、必ず泥を吸って立ち上がる。そして必ず蹴りをつける。男の喧嘩はな、負けを認めない限りどれだけ叩きのめされようと負けじゃねえんだよ。一本取られただけで俺が参ると思うなよ。楽しませてやるぜ、ビアトリーチャー。受けて立とうぞ後ろ宮バトラー。家具ども、次なるゲームの準備を始めよ。その間に貴様にはたっぷりと聞かせても、こたびのゲームでは密室も多いぞ。そなたの逃げ工場のほとんどをわらわが赤で叩き潰した。その上でさらにどのようなへりくつで言い逃れてみせるのか。礼拝堂の鍵、ジェシカの部屋の鍵、使用人室の鍵、夏日の部屋の鍵、客間の鍵、お前らのお得意な奇想天外、妄想暴言空想はったり、とんでも頂点界斜め上でわらわをとことん否定してみせろよ。ああダメだぜ、全然ダメだ。うおー